はい、ハギさんです。こんにちは。ハギさんの家からですね、1時間半もかからないかな、ちょっとある山にまた来てます。懲りずに山、もうこの時期はしょうがないよね。もう紅葉が素晴らしいんでね、もう来ないわけにはいかないって言ったところで、どこに来ているのかと言いますとですね、こう裏からこうやってみますと、この山、妙義山に来てますね。群馬県はね、3つのね、山が、ね、赤城、妙義、春菜ってありますけど、妙義に来てます。あんまりね、春菜と赤城に比べて、妙義に来ることはほとんどないんですけど、あんまり記憶がないっていうか、階段をいっぱい歩いたっていうような思い出がありますけどね。もう、紅葉の時期ですから人が多いのかな。で、あと面が登山する人も多いと思うんですよね。こんな感じで、これも桜の木が全く今葉がないですけど、これはこれで春になると素晴らしい桜になるんだと思います。じゃあね、ちょっとね、境内の方にお参りにしておこうかと思います。じゃあね、中に入ってきましょうか。立派なもんですよ、ほら、こう形で。じゃあ入ってきましょう。あ、素晴らしい、この階段差がいいですね。こちらは綺麗なもみじが、そう、思い出しました。やっぱ階段が多いっていうのが、あそこが鳥居ですからね。じゃあちょっと進んでいきましょうか。山に沿ったところですので、なかなか足が悪いとここに行くのは難しいんじゃないかなと思いますね。まだまだありますよ。到着しました。中にお参りしていきましょう。本殿は
マスクしてるから息が苦しい。わあ、綺麗な装飾品だ。じゃあね、今お参りをしてまいりました。下りはね、ちょっと緩やかな階段みたいなところありますね。そちらだったら少し足が悪い方も大丈夫なのかなと思います。あちらの方はもともと入ってきた方の門の方はかなりの急勾配でしたのでね、なかなかそれは難しい方もいらっしゃるのかなと思います。いやー、素晴らしいですよ、この木。今日はそれも生えてね。まあ、いやもちろん山登ることもできるんですけど、かなり難易度が高いところもあるみたいなので、妙義山ってね、結構滑落事故が起きたりとかってするみたいなんですけど、ほら上級コースって書いてありますもんね。で行って帰ってきて5時間ぐらいのコースみたいですけどね、まあ、ちょっとハリさんは行きませんけど、あ、ここはもう入れないとこですね。奥の院、老朽化のため入れます。もう
なるほど、どういうのがあるんでしょうか。ちょっと気になるのもありますけど、まあ、入るのって言ったら入りません。あ、多いよ。いや、このなかなか神社の中でもね、この斜面があるような感じのところが少ないんじゃないかと思うんですが、とても雰囲気がいいですね。やはりこんなのにね、いいとこなんで、結構観光客の方も多いとこなのかななんて思います。さてさて、下っていきましょうか。こちらだったらまあ比較的歩きやすいのかな。先ほどのところは木の根っこがあって、階段自体がもう曲がってる、変形してましたからね。な形で、これでもこちらもかなり急な階段になりますのでね、なかなか歩いていくのは大変なのかななんて思ってますけどね。ほら、あ、ゴールで見えないかもしれないですけど、いや、でも素晴らしいですね。転ばないように注意しないと、この岩、自然の岩ですもんね、これね。いやー、ハギさん、急な階段は覚えがあったんですけど、それ以外の記憶がほとんどなかったですけど、今日の感じで分かりましたね。あとこの大きい上のところに山中に台って書いてあるところもあるみたいなんですけど、そこまで行くコースもありますし、あとはですね、あの石の橋があちこちにありましてね、そこをくぐられる人もいるかと思うんですが、そのコースもなかなか見たんですけど、ちょっとこの時間に来てどうのこうのっていうのもないですから、そういうのは誰かと行った時にでも行けばいいのかな、まあ、それかちゃんともっと下調べをした形でお邪魔するような形にした方が安全性を見て、ね、行こうかと思います。いや、素晴らしい。やっぱり、ね、紅葉の時期はね、朝方、午前中に行くのが一番ですよ、やっぱり、この階段、この急勾配ですかね、スキーのジャンプ台かよって感じの急勾配ですか。この形で歩いていて、石畳がもうガタガタになっているという、そういう状況の中歩いていかなきゃいけないのは、なかなか大変だなと思いますね。まあ時期がいいので、本当に観光客の方絶えませんね。素晴らしい、今日雲があまりなくて秋のいい空ですよ、本当に。あ、ちょうど今乗り換えてますね。まあ、七五三とかもありますからね、あ、こちらなんか見晴らしがいいのかな。少し行ってみましょうか。何この道路、重要文化財だ。ハノス社ってことか、わかんないけど。じゃあね、今ぐるっと回ってきました。いや、素晴らしいとこですね、やっぱり。もう紅葉と階段と石これはコントラストが素晴らしい。
よいしょ。今もかなり階段を下っておるんですけど、うん、いいですね。ここはここでまた春菜と赤城とは違った趣でね、あちら湖があってね、その湖畔だったりとかねするんですけど、あと春田神社の滝が素晴らしかったりとかするんですが、ここの石と紅葉、うん、この自然の中での美しさっていうのが相まってですね、気持ちいいものですね。あとね、やはり、ね、門の朱の色が入りますね、本当に、うん、いや素晴らしい。やっぱり、ね、登山する方はまた違った景色が見れるんじゃないかと思いますよ、ね、頂上を登ったりだとか、さっき言った石の橋をくぐって、でもですね、ここの場合だと鎖を登ったあの岩場っていうのはメインにありますからね、やはりそういうところも経験しないとなかなか難しいかなと思いますので、慎重に、ね、準備をしっかりして行っていただければと思います。さてさて、まだまだね、せっかくこの辺まで来たので違う地域も回っていこうかなと思いますので、それでは